ゆうた、ゆま、シェガ、声でかいやつ、大体クソゲー入らせるのうまい、ヤマト、カナです。今日は何？今日は一着。本日の動画はもうすでに撮影が終わっているものとなります。はい。でですね、ちょっと本編に関わる重大発表をここでさせていただきたいと思います。本日7月18日ビビ9月号特別版、ヤマトセイラ表紙が解禁されました。俺ら最初ビビの表紙やらせてもらったのあれいつだっけ？2年前とか。スーツのやつじゃない？そう、スーツ、スーツ。斜め上みたいな。そうそうそう。セットアップみたいなやつだよね。はいはい。まあ、そっからビビ面出したりとか、ちょくちょくあの企画で参加させていただいたりとかして、まあ、かなりね、あの、良くしていただいてるんですけど、セイラが1年前ぐらいにビビの専属モデルになって、で、確かその時はセイラウィークやったよね。やった。やったよね。その時にセイラが初表紙やってみたいな感じで、そっから結構年月が経ったんですけれども、今回はですね、僕とセイラ2人で特別版の表紙を飾らせていただいたという。すごいよね。なんとですね、このビビで兄弟で表紙を務めるっていうのは初めてのことらしいんです。おー、すごいじゃん。初めての兄弟だよね。まあ、せっかくの兄弟初表紙なんで、ちょっと1本動画にしてみようかなということで、本日の企画を持ってまいりました。はい。ということで、本日の企画、ヤマト&セイラビビ表紙密着。そうか。もう1ヶ月半前ぐらいに撮影が始まったんですけれども、皆さんの記憶に新しい、あの、僕のインフルエンザの事件ありましたけれども、あの前ですね、に撮影して、本当はそれでもう取り切る予定だったんですけど、そのインフルエンザになった当日です。だからもう俺がインフルになる瞬間が映像として抑えられてるんですけれども、撮影は2回にわたって行っているんで、まあ、その2日分の撮影をちょっとまるっとお見せしようかなという。まあ、撮影自体はかなり、あの、盛り上がって面白い感じになっていますと。すでにもう SNS 等では表紙解禁されているんですけれども、動画の最後には表紙解禁と、まあ、あとちょっといろんな情報だったりとかね、言うと思うので、ぜひぜひ最後まで見ていただければなと思います。うん。で、あと一つちょっと、あの、皆さんにお伝えしたいことがありましてですね、最近コムドットチャンネル登録者買ってるんじゃないか疑惑っていう疑惑が出ちゃってるんですけれども、うん、これはこう断固として否定させていただきたい。買ってるって言われてる。買ってるって言われた。減ってるのに、ね、減ってるのに。買ってるなら、ね、狙わないように買うよ俺ら。そうなんだよね。買うならね、買うならずっと同じぐらいになってますよみたいな顔するよ俺ら。するんですけど、チャンネル登録のさ、このベロンみたいな変わるのを減らしたい界隈の人たちがいるから、うん、一気に減らそうぜって減らしてんのに減らない。俺らの努力実らない。買ってる、やばい、ブイブイで、なるほどね。まあ、だって一定数こうしてくれてる人もいるから、ね。そうそうそう。だからこそこう、またこうなったりっていうのは、それはそうだよね。だから俺だから言いたいのは、ほんと、買ってないぞっていう。買ってないね。そこはね、甘んじて受け入れた。その、モローさんみたいな。そこは甘んじて受け入れた。甘んじたんだ。いや、そこをさ、その世の中にこの時期落ちないですよってやるために、べらぼうに買うお金を、まあ、持ってるわけじゃん。うん。で、買えば、チャンネル登録減って勢いないね、コムドット。うん。って言われずに、あ、やっぱりコムドットってすごいなっていう、なんか、嘘のコムドットを装うことができたわけよ。確かに確かに。そこ、あ、マジで受け入れた。やっぱそこはやっぱ受け入れてこその本物の状態っていうか、そうだね、素の俺らのチャンネル登録で、素の俺らの再生数で、素の俺らの実力、うん、面白さ楽しさっていうのがそのまま出てて、減ってったら俺らのグッて感じが動画に出てっていうのが一番おもろいですから。そうだね。だからそこ結構コムドットはポジティブに捉えてるよっていうのを伝えたくて、400万切ったら俺ら悲しい。悲しいです。それだってどんだけ頑張ってやった。そうだ、ね、400万人か、うん、400万人なりたいですライブとかあったでしょ。あの赤い服着て、うん、みんなで寒い中やってたですよ。やっぱチャンネル登録って期待値ですから、うん、それが減ってるっていうのはやっぱ俺らに対しての、まあ、信頼が今なくなってしまってるっていう、うん、そこの現状は、まあ、こう真摯に受け止めて、ただファンの人たちに伝えたいのは、ここでへこたれるようなコムドットではないぞっていうこと。まあ、何回も何回もこういうまずいみたいな局面を僕たち迎えてきてるんで、それを乗り越えてきてるわけじゃないですか、今まで。で、多分ファンの人たちもそれを見てきてるわけでしょ。だから今回も気合入ってるぞっていうのはやっぱファンの人たちに伝えないと、ファンの人たちが、え、なんかかわいそうかもとか、コムドットをやめちゃうんじゃないかなとか、そういう慣れた気持ちになっちゃうのが一番まずいと思ってて、コムドットのチャンネル登録減らそうぜみたいな、キモい奴らはもう一定数いるのはしょうがないから、そこはもう甘んじて受け入れたとしても、ファンの人たちと俺らの気持ちの高さは保っていきたいなっていうのがあるんで、そこちょっと皆さんにお伝えしたいということで、まあ、たとえここが400万人切ったとしても、切んなかったとしても、変わらず、まあ、その現実を受け止めて、僕らでその現状を打破していくっていうことを約束するので、引き続き熱い応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本編ここから始まると思うんですけれども、まあ、最後まで見ていただいて、ぜひ高評価とコメント、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。さあ、早速やっていきましょう。
おはようございます。ということで、本当に半年に1回あるかないかレベルの早起きを本日はいたしまして、ビビの撮影に向かっているんですけど、まあ、セイラとね、あっちで合流するということで、僕は今一人で向かっております。ちょっと喉の調子があまり良くなくてですね、こんな不安要素はあるんですけど、まあでもやるしかないっしょということでね、まあ、今向かってるんですけど、久しぶりの雑誌撮影なんで、僕の雑誌前ルーティーンみたいなものを行いまして、まあ、やっぱ雑誌撮るにあたって何が一番良くないかっていうと、まあ、顔がむくむことなんですよ。これに対して徹底的に対策していかなきゃいけないよっていうのがあって、まあ、まず一つが、まあ、前日の塩分を控えることですね。夜塩分を控えるっていうのと、あと夜水飲みすぎない。夜水飲みすぎると本当に顔がブックブクになるわけですよ。ここら辺がやばい。もうなんかなんでなんだろうね。塩分と水分を取りすぎるのが良くないと思うんだけど、この2つを気をつけることですね。まずはで、これが前日にやることで、まあ、当日にやるのは、まあ、サプリメント飲むっていうのがまず1つと、あとはキレートレモン飲む。これなんか俺なんかの購入品紹介で出したと思うんですけど、むくみ軽減って書いてあるキレートレモン飲むと、マジで本当にむくみが取れる。出発前にキレートレモン飲みました。あとはこれはちょっとセーラーに昨日教えてもらったんですけど、輪ゴムを耳に巻くっていうのを教えてもらって、みたいに思ったんだけど、なんか輪ゴムをねこうやって巻くみたいな、そうするとなんかここ引っ張られてむくみが取れるっていうのを聞いたんで、まあ、今日は朝からずっと輪ゴム耳にしてましたね。俺の対策としては、まあ、完璧。俺がそのむくみに対してできることは全部やってきたということで、まあ、あとはその撮影の時にどれだけのパフォーマンスが出せるか、どれだけその肌の調子を出せるかっていうことだと思うんで、まあ、着いたらセイラと合流してヘアメイクがあるんで、いつも通り雑誌の撮影の準備をしていきたいと思います。向かっていきましょう。メイクなんか全然。お願いします。メイクします。はい、ということでヘアメイク終了しました。完璧なんじゃないですか。自分でも分かりますよ。オーラが良すぎるというか。ありがとうございます。めちゃめちゃ持ってる。ありがとうございます。よろしくお願いします。え、これ初めて。雑誌は初めてかな、2人で。雑誌始めてらしいです。初兄弟コラボで初表紙ということで、今から撮影が始まっていくと。よろしくお願いします。お願いします。てか俺女の子と組で撮るのは初めて。本当妹のこと女の子っていうのもあれだけど女子と撮るのは初めてかも。今日美人よすぎね。ね、ボンさんさすが。素材でしょ。だって昨日ね、言ったもんね。やったちゃんと。やった俺車でその自分で思いついたんで、いや見てるから半身浴して、で早く寝て塩分控えて、耳輪ゴムとキレートレモン飲んだ。昨日の夜に全部教えて。そう、まあ教えてもらったっていうか半分思いついてたみたいなとこもあるんですけど。そう、一応わが物顔で喋っちゃって、このくだりがあると思ってなかったから。全然しっかりちゃんとやってきた。全部私です。そう、まあ全部セイラも教えてもらったんでまあでもやってきたっていうところは偉いよね、兄貴としては。確かに、やると思わなかった。プロ意識高いでしょ。輪ゴムね、今日持ってきてって言ったでしょ。うん、朝電話来て何に使うんだろうと思ったら、むくみゼロ。むくみゼロです。うん、まあいつも通り。いつも通りっていうか、俺雑誌超久しぶりなんだよ。え、今年初めて。いや、ワンチャン初めてぐらい。ワンチャン初めて。うん、まあすごい嫌味に映るかもしれないけど、まあ、表紙以外受けてないから。そうなんだ。頑張りましょう。で、これ密着らしいから、で、表紙解禁日に出るっていう感じなんで、じゃ早速ちょっと密着してもらいながら撮影していきたいと思います。それでは撮影やっていきます。お願いします。昔からなんですよ。昔からセイラー寝相がめちゃめちゃ悪くて思い出しました、それを。
今別に無意識でやってるわけじゃないから、セーラーの寝相を思い出しましたね。その動く子だったなって意識的にやってっからセーラーに。私は死んでると思って起こされるくらい良かった。そうなんだ。そのままね、じゃあ私は言っちゃいます。本当にあった怖い話をみんな一人で撮りに行ったので、起こされてました。そういう感じでやっていった。マジよ、マッチマッチ、窮地みたいだな。わかんないよ、ね、お前ね、ツッコミさせんの。キイチ君、酒どんぐらい飲めんの。バチバチっしょ。言いそう、一番言いそうだもん、キイチ君。今でも言いそうもんね。いや、今に。いや、言うんだ。キイチ君、バチバチっしょ。あー、かっこいい。うわー、我が妹ながらすごいですよ。いや、すごいですね。そう、だってワンショットずつ変えれるかも。お母さんが一番喜ぶやつですね。言った言った。兄弟撮影喜びますよ、おじいちゃんおばあちゃん。でもすごいわ、やっぱりモデルなんだ。そういえば、うん、そういえば、だって撮影立ち会うの初めてぐらいだよ。確かに。え、あんなワンカットワンカット動くもんね。そんなやってないけどね。そんなんではなかった。顔操作みたいな。ユリアンわかんない。わかんないって何。いや、こんなんすごい。わかんないのか、そうさ。ヒューが見えないから終わるんだと思う。ヒューがいれば暴走できんのにな。うわ、俺ビジュアルめちゃめちゃいいな。大丈夫かな。俺、雑誌壊れるとかないですか。大丈夫。雑誌が破けて妹逃げてるから関係なくやるんですけど。突っ込むやついなくなる。ハリーポッターとか、あのこれ的な、あの本的な気合ですか。ビビの現場、あったかいって聞いてたんですけど。おおおお、なんか分厚くなったね。分厚、すごっ。背中もすごいですよね。確かに背中が、広背筋が広くなってます。すごっ。おお、なんかあれっすね、高級料亭最初に出てくる料理みたいな。聞くなよ。どっちですか。そんな聞くなよ。分かんないから言い方ないしてるのお前もう。そう。分かるまで。やばい今のは。あれみたい。お坊ちゃまくんの服みたいですね。あ、ビボちゃますか。あ、そうそうそう。あのこの表と裏で。表と裏で。裏はまん裸みたいなさ服あるじゃん。そうなんですか。どうなんですか。だから聞くなよそんな。困らせんな。表から見るとちゃんと T シャツ着てるの見えんのよ。これでこの分かる。自分で分かってないでしょ。自分で分かってる。どうなってる。分かってるね。裏、後ろも普通にオレンジの T シャツだと思ってますからね。はい。裏はね、背中丸見えてる。貧乏ちゃんのスタイルだ。貧乏ちゃんのスタイルだ。だからあの昔怪我した背中の傷だと丸見えで今。それはどういうことか。いや分かるやろ。大体分かるやろ今ので。でも全部見えてるってこと。え、そう全部見えてる。セイラにバレないようにしてほしい。背中が空いてることは。ああ、なるほど。逆に面白いと思う。それ。うん。ういっす。じゃあ。じゃあ。どっちがいいと思う、セイラ。いや、チャリチョコみたいになった。大丈夫。マイク TV のとこみたいになってる。マイク TV のお父さんみたいな。なんで見てねえんだよ。育ち同じなはずやろ。こっちの方がいいです。うん、あー、ちょっと、うん、はい。出た。俺のやっぱ。じゃあ一回椅子を外します。モデル細胞が、ね、完全なるモデル細胞が俺の中のモデル細胞の悪魔が出てきたね。ポージングが良かったでしょ。いや、良かった良かった。フルスキルなんだよ。じゃあセイヤさんがチーズペンを座っちゃって、セイヤのポージングを教えたのは俺だから。ヤマさん、そうそうそう。あー、いいっすね。え、マジで俺もそれ今思ったんですよ。いつぶりに手伝いのかなと思って。小学校で海に一緒に行った時ぶりぐらい。兄弟下手したら、成人したら手繋ぐ機会なんてないよ。ないでしょ、普通は。最強の親孝行中って言われたら。ああ、
こうじゃよ。ごめんごめん、ジローみたいになっちゃった。ジローの最後のグランドノッキングみたいになっちゃった。こうじゃよ。待ってます。フュージョンしそうやな。あ、それは、それはマジフュージョンだから、それは。何やったの？フュージョン知らない？ドラゴンボールの。すいません、無知な意味。女の子知らない。一回フュージョンしてみようよ。じゃあ、エムさん教えてあげてください、フュージョン。最初のポーズが誰？グルメ会っていう場所で、キングマスタージローが。違う違う。ちょっと訂正して。ドラゴンボールだから。こうやってやるやつ。そう。そしたらシュート選手に合わせない。で、かわいいけど。こんな決めるフュージョン。ですよ、マジで。採用されそう。これこっちですね。そういうことなんだって、業界的に。まあでも兄としては安心ですね、これ。男性との、あの組の撮影があったとしても、速攻で切り替えてくれるから。確かに、すぐね、スタスタ行っちゃうからね。うん、はーい。はーい。おー、すごい、やっぱ遺伝子が強いな。365日、このナルシストに対してでしょ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。そしたらヤマトの服の後ろが開いてるの気づいてた。あ、背中ない、背中。服着てない。本当だ、本当だ。不合格。どういうこと、どういうこと。これ、こういう、すごい。じゃあ、貧乏ちゃんは成功です。お前、目ん玉くり抜いてやろうか。全然使ってないよ、目ん玉。え、見えてなかった。うん、後ろ見てなかった。あんま興味なかった、ヤマト。絶対それ言うと思ったわ。絶対言うと思った。いや、いいな。似てないな。あ、似てるっぽくない？似てるっぽくない？すげえ似てるわ。似てるっぽい。何なんだろうね、この目から下がすげえ似てんだろうね。シャーツも。あ、出ました。これね、やっぱビビメンの時もあったんですけど、この三浦のオフショットタイム有名ですから。セラ先生、やばい、三浦さんのオフショットめんどくさがったの、今後の活動に響くよ、めちゃめちゃ。マジで、このオフショットめちゃめちゃ権力持ってるから。せーの、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ういえ、兄弟で、ね、あのシミナルックするっていうカットが、まあ、合計6カットあるんですけど、まあ、今2カットお見せして、まあ、全部見せちゃうとちょっと面白くないかなって思うんで、まああとはちょっと雑誌の中でのお楽しみということで、まあラストカットはちょっと回そうかなって思うんですけど、はい、まあ他の企画もあるので、このシミラールックは一旦ちょっとカメラなしで、ね、撮影行っていきたいと思います。行ってきます。ということで、緊急事態ですね。撮影中にちょっとめまいがして、熱を上がったら38度6分、完全なノックダウンをしてしまいました。完全にノックダウンですね、これは。ノッキングとかやってたからかなって。トリコやりすぎたことを後悔してる。その天罰からだったね。まあ、ユータも注意してたからね、この間。何年かぶりのやばい感じなんで、一旦ちょっと大事もらって、今から病院行って仕切り直して撮影することになってしまいました。とりあえずまた別日で設備抑えるので、ちょっと一旦あの直すことに専念します。ノッキング、あは天罰。はい、ということで堂々の後日となっております。前回あのギリギリちょっとカメラ回してもらって体調が悪いですという形で、まあ、一旦ねあの撮影中断しますってことを報告させていただいたんですけど、多分随分前の動画で出てる通り、まあ、その後僕はあの救急車であの緊急搬送されまして、その入院っていう形になりましたと。でまさかねそこまで大事になるなんてあの時は思ってなかったんですけれども、あの時ね三浦さんがあそこで一時中断するっていう判断をしてくれたおかげで、まあ、早めにねあの家に帰れたんで、まあ、もしねあの時あのまあ撮影続行してたら多分もっと大変なことになってたし、このインフルエンザも他の人に移す可能性があったんで、まあベストな判断だったかなというふうに思います。まあ、今回まだ表紙取り切れてないんで、
まあ、あの後日に撮影またいただいたんで、今からちょっと撮影していきたいと思います。とりあえずみんなに謝ります。行きましょう。とんでもないぐらい謝りますよ。すいませんでしょぐらい行きます。ちょっとふざけちゃってんな。ふざけてるから、うん、ふざけてるように見える。ふざけてるように見えるな。まあじゃあ今から見せる俺の誠心誠意の謝罪をね、とくとん見といてほしいね。お疲れ様です。すいませんでした。今は元気。500%。あ、よかった。おお、せいや。お、なんかスタッフの人かと思った。何して？なんか芸能人ぶってね、お前。芸能人ぶってないよ、今日から。めっちゃ芸能人ぶっちゃってんじゃん。今がメイクするからね。すっぴんなんだもんね。はい、すっぴん。俺もすっぴんや。謝ってます。お、いや、謝ろうと思って。来てないけど。一人しかいないから。スタッフは8時に来る。先にインタビューして。あー、なるほど。そうそう。集まれない。あ、なるほど。君のせいでね、見つけになってるから。びっくりしましたよ、さすがに。このせいだ。何十年ってやってるけど初。初ですよ、俺も初です。とてつもなく復帰した。じゃあうざい状態。めちゃめちゃうざい状態。最悪だね。このうざテンションマジでいらないんですよ、夜。え、ビビってあんま夜の撮影ないですよ、ね。そんなにはないですね、たまにありますけど。みんなも多分初めての現場になってくると思うから、この俺の夜の撮影に慣れてるっていう腕っぷしをやっぱ見せてくれると、しょうもない感じの表紙とちょっと申し訳ない。俺が仕切ります。いや、おとなしくして。何おとなしくして。もう熱出さない。おとなしくして。ほらもう別に騒いだから熱出たわけじゃないから、もともと持ってたから。あんまでも映んなくてよかった。本当に私が全然。確かに術つなぎになってきてさ、ギャルシベ長者みたいになっちゃう。やめろお前、誰がわかんない。 MGS だ。この前やる。さすがにね、ビビモデルだ。芸能人ぶってるよお前。そう、芸能人マジすっぴんだから。そこにノーコメント。ミッフィル、あの、ミッフィーも芸能人ぶってる。ミッフィー、いや、AMK! みたいなさ、ツッコミとかない。うざい、うざい。まあ、いいんじゃない、復帰したっていうのも分かりやすいでしょ。はい、ということで、インタビューですかね。はい、先にインタビューですかね。先にインタビューを。前回の撮れ高が最高なんですよ。はい。超える感じを今日は、ぜひ撮っていただきたいな、出していただきたいなっていう。僕的にはもう、コンディションをもう。マジで、すごい。あ、いい。あとちょっと最終までは、はいはいはい、私ではないんですけど、大体仮で、仮で組んでみました。おお、院長。すごい。俺すごない？分かった分かった、もうすごいすごい。YouTube クリエイターなんだかみたいな。マジでうざいね、院長。そうね、やっぱ俺はもう今で確定したね。俺の才能を職業っていう肩書きで一個に縛るのは無理だよ。でも発熱して炎上してね。そうだ。あふれるばかりだったんですよ、その俺の人気ポテチョン才能炎上みたいな。あふれ出た。だから俺が熱出すだけでもはや散らかすような感じだった。だから本当に心底をお察しします。こんな素晴らしいアニメを見てしまったプレッシャーとかいろいろあるだろうけど、お疲れ様で、お願いします。お疲れ様です。すいませんでした。インタビューが始まるみたいです、はい、お願いします。お願いします。今回2人で初の表紙撮影、そして雑誌の撮影になりますが、まずその話を聞いた時の感想を教えてください。そうですね、まあ、やっとかっていう感じですかね。やっとかって、私は結構さらっと撮影日いつ決まりました。じゃまだ終わってないんで。やっとか、終わった方がやっとか。感じ悪いやん。やっとか。感じ悪いやろお前、そのまま言ったら。まさに西洋時代と言いたくなるところなんですけれども、絶妙なタイミングでのオファーはありがたかったな。ここら辺でさ、いいやつってことをちゃんと言っとかないと、読み物って与える印象がこう一方的だったんです。知ってたんだ、うん、知っててさっきのいろいろなんだ。そうだよ、知ってていろいろです。君は。私はなんか結構さらっとスケジュール決まりましたみたいな、いつもの仕事の連絡と同じ感じで来て、えみたいな。で、あるんだ、不思議な感覚です。すごいありがたいなと思いました。セイラさんもリモートになって9ヶ月の、これ一応10月から先生とかなので、お兄ちゃんから見てセイラちゃんがこうモデルとしてどんどん進化していく様っていうのは感じてると思うんですけど、どうですか、その変化みたいな、進化していくみたいな。最初ね、右も左もわからない、本当にモデルゼロってこの世界に入ってきて、はい、そうですね。まあでもやっぱその本人の性格的に決まったことに努力するのはすごい得意な性格だったんで、やることを
決めるか決めないかみたいなところにいた時に2人で話してやってみないよみたいな感じでモデル始めて、でもやるって決まってからはやっぱもう僕の知らないところで多分いろんな努力があるじゃないですか。撮影までの調整もそうですし、体作りとかそういうのは多分もう僕が何かを言わなくても本人が勝手にやって成長していくことだし、やっぱこういう表情とかポージングっていうのは現場で吸収することだし、とにかく場数踏んでこいっていうことは僕から言ってたんですけど、だからこのビビの撮影だけじゃなくて多分いろんなハイブランドのところでシャッター切られたりとか、でまああとやっぱ YouTube もそうですよね。なんかこう人に見られるっていうことを意識してこう常に活動していくっていうところで、まあ、日々やっぱレベルは上がっていて、そこに本人の努力が重なるからその異次元のスピードでこう成長していくわけじゃないですか。そこは見ていてなんか痛快ですよね、僕からしたら。恥ずかしいですどうですか、兄からそんなお言葉をいただいて。仕事の相談とかするの全部お兄ちゃんだけなんで、基本的に、うん、そういう部分は話すんですけど、まあなんか感想とかこういうどう普段思ってるか、うん、こうした方がいいんじゃないとか聞くんですけど、ここまでなんか深いことあんま聞かないんで、恥ずかしい限りです。確かに普段あんま褒めないかもしれないですね。常にハイレベルなことを要求するだけなんで、多分ダメ出しとは言わないけど、ちょっとこうした方がいいよみたいなのを結構言われるってこと。そうですね、こうした方がいいんじゃないとか、これやってみなとか、私がこう踏ん切りつかないとこう破らう、これは絶対やった方がいいとか。いい兄貴すぎる、やばい。そういうのはえぐい、今過剰書きにした瞬間に、それ言わない方がいい兄貴だったよ。いい兄貴すぎて残念でした。やばいですよ、その難しくなって今俺の立場が。そういうことを、立場です。お兄ちゃんとしてじゃなくて、社長として結構そういうのはあるので、まあなんか別にそれになんか何クソとか思わず、すごい素直に、そこはあのこの業界の先輩だし、いろいろなことを注意もしてると思うので、そこは絶対に聞こうと思って。それ的なとこは口出ししないですね。努力のベクトル決めの時だけ僕があの一緒にいてあげれば、あとは勝手に自分で。すごいいいお兄ちゃんだね。やばいっすよ、半端ないっすよね。僕はマジどうしよう。これはなんか言うと、もう半減の半減みたいな。全部笑い切れとこ。笑笑笑笑笑笑笑。マジって入れといてくださいね。笑笑笑。だってもう表紙すでに4回やってるんですよ。これって結構快挙なことで、まあ基本多分1年未満で表紙を1回でも数えるってこともスペシャルなことなのに、多分今回ね、ダブル表紙なんですよ。その快挙はどう感じてますか。そうですね。どっちでいく。謙遜しちゃう。いやでもなんか結構リアルにその最初の入った時とかは自分の気持ちとなんか追いついてなかった、正直なんか何が起こってかわからない状態でやらせてもらったんですけど、だからそれこそ調整の仕方とかそのポージングとか表情とかワンフレーがわからないまま、そうだよね、やってそれでやっぱいろんな意見があるじゃないですか。でなんかそれに対してまあそうだよなと思うことがいっぱいあって、自分の耳好きで、その読者が離れていっちゃうというか、そういう風に悲しい意見をもらうこと、それでなんか読まない原因とかになるっていうのが一番嫌だったので、そこはもう本当に自分で吸収して、全部勉強して、自分が成長する以外ないなと思ったんで、前に前にじゃないですけど、どんな現場でも結構皆さん優しいの、本当に。いろいろ聞いて、聞いたら教えてくれるし、スピード感も結構、まあ、あったなって自分で思うんですけど、そのスピード感に自分が置いてかれないよな。いやー、素晴らしい。俺の血を引いてると思えないぐらい丸いコメントだね。引いてないから、弱。何引いてないから。引きたくない、なんかあんまり。引いてるわ。いや、俺だったのね。いいよ、ヤマトのやつ大して質問じゃないから。4つ表紙ですが、どんな表紙ですか。少ないですね。全部僕でええんちゃいますか。全部同じ顔なんだよ、だって言うねん。いや、いいね、そこはまあ、だからその全部同じ顔、そのレベルをね、上に上げていけばいいだけでしょ。同じ顔のレベル。まあでもすごいですよね。何がすごいって、やっぱその合わせていったセイラもすごいですけど、そのやっぱビビの判断がリスキーじゃないですか、セイラを表紙にすることって。初っ端からとかって例えばリスキーだと思うんですけど、経験値に対していったことね。そうそうそう、そこを一個挑戦的なキャスティングができるって僕どの業界においても必要なことだと思ってて、もちろんテレビ業界でもフジテレビがコムドットを異例のキャスティングをするとか、そういうのってやっぱなんていうの、次の時代を作っていく上で一番こう最初に来る一番きつい工程をやっぱやってるっていうところを見て、上からとかじゃなくてビビすげえなっていう
読者っていうか、外から見てる人間として、そのキャスティングするからこう新しい人が入ってきて、でさらに新しい波が生まれてっていう、固くなって守りに入っちゃうとどうしてもやっぱ縮小していくだけになってしまうと思うんで、いい波を吹かせてるんじゃないかなっていうふうに思ってますが、どっちかっていうとその僕と真逆で、勝負体質じゃなかったんで、目標も言うの好きじゃないし、なんなら言いたくない派だし、でビビは結構アンケートとかで聞かれるんで最近言えますけど、うん、あんま好きじゃないですね。なんか自分の中で密かにやるタイプなんですよ。それは明確に間違ってるぞと。目標っていうのは言うに越したことなんてないわけです。言葉にしていった方が、だってビビでモデルをやりたいって言ったら、そのもしかしたらビビの人が見てくれるかもしれなくて、そこからあ、じゃあ使ってみようかってなって、もしかしたら仕事につながっていくかもしれないっていう、スピリチュアル的な引き寄せの法則とかじゃなくて、はいはい、現実的なロジックとしてそれはもう教え込みましたね。言えと、これやりたい、こういう仕事を欲しいって言ってけと、そしたら繋がっていくからっていうのはすごい言って、例えばじゃあ表紙すごいポージングできなくて失敗でしたってなっても、底上げにはなるから、うん、いつか経験しなきゃいけないとこを早めに経験して、失敗でも何でもしてくれって僕は思ってたんで、それで言うとやっぱ一発目の表紙はでかかったっすよね、うん、絶対。今ここに来てその2人の表紙で言うのを実現して、なんかこう次の目標みたいなところって何？いい表紙飾りたい。一発目は本当何も分からずだったんで、レベルアップして、そうですね、実力つけてレベルアップした、私で一回作ったり、いいじゃん、それ言えるようになったっていうのは素晴らしい成長ですねこれ。今日の記念、2人の記念でお互いをベタ褒めしてほしいなと思ったんですよ。褒め倒してほしいな。なるほど。苦痛の表情いっぱいあるでしょ俺の褒めポイントなんて。でもマジでポジティブ、本当にポジティブなんですよ。これさすがに大丈夫かなと思って、でお母さんとかも結構心配で、お母さんが送って帰ってこなくて、で私に送ってみたいなで送って、そしたらなんかもう想像の100倍ぐらいポジティブ返信が来るんですよ。だから、あ、そうだ、こいつは全然余裕なやつだったって思う作業を本当何回も繰り返すんですよね。さすがにこれはって思うやつも、どうしたみたいな、あ、全然余裕っしょみたいな、だからなんか心配して損したなってじゃないですけど、ポジティブなんですよ。だからそれはすごい見習いたいというか、昔から活始まってからより強まったみたいなのがあるかもしれないですね。昔からそうなんですけど、友達がいるから何でも OK なんですよね僕の中で。地元の友達いるから、高校で一人も友達できなかったとしても僕的に OK みたいな、そんぐらい信頼のおける人がそばにいるっていう。そうですそうです。どこで嫌われても、まあ俺には地元の友達いるしなが絶大的な自信になってるんで、そいつらのことを裏切ったり嫌われたりしなければ、僕の中でどんなことが起きても挽回できるっていう感覚ですね。何でもセイラちゃんを倒すとしたら、地道な努力ができることじゃないですかね昔から。僕はやっぱ派手なんで生き様がゴリッとやることも多いんですけど、まあ、正当法で、まあ、いわゆる亀ですよね、まあ、僕は休まないウサギなんで、亀のようにこう地道にこう一歩ずつ着実にっていうタイプが首根っこをつかまれてウサギに結構ハイペースで今走らされてるっていう感じですけど本来多分実力積んでからビビのモデルになりたいとか思うタイプだと思うんですよ、ね、結構ちょっと石橋叩いて渡るタイプなのかな、うん、性格的には多分そんなに大胆にやるタイプではないんで、はい、そうなんです。お願いします、はい、じゃあメイク行ってきます。ありがとうございます。はい、ということでね、モンさんがすごく喋ってくれましたけどということで、ヘアメイクスタイリングともに完成しました。行きましょうか、残り3個。よろしくお願いします。お願いします。かわいい、かわいい。乙部、俺に対するかわいいの声がちょっと少なめだから、乙部めっちゃ大事になってくる。あ、僕かわいいはあまり好きじゃないんですよ。かっこいいが欲しいんですよね。前本すごいかわいい。かっこいい。急に。変えられたんだ。一回。
んで生まれたら死ぬのじゃん。ゆうたとか危ない、危ない、ヒール履いてるよ。あ、めっちゃいい。え、うん、どうですか、かっこいいっすよ。え、どっちの方がかっこいい？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 俺の社員いじめないで。ベッチベッチってやめろ、お前。セーラーかわいいね。かわいい。え、かわいいのセーラー。でも俺の方がすごい、かっこいい。すごさで言ったらどっち？俺だね。いや、すごさやっぱセーラー。ポーズが一個一個違う。普通にピュアすぎる。社員っていうことを忘れている。乙部氏、乙部氏は。でもね、同じだもんね。同じ会社ですから、我々全員。確かに。うん、社員同士。父さんに見守られてるの感じです。ああ、なんで？だって山田いつも一緒でしょ。俺も。初めて見たけど、ババアと一緒です。けどやっぱセイラちゃん、山ちゃんの妹なんで、もうなんか身内感がすごいあります。はい。俺の母ちゃんもボンさんのこと。ほぼ親戚だと思って勝手に親戚にすん勝手に親戚だと思う。光栄です。いや本当になんかめっちゃ近い。なんかいつも見てるし。本当ですか。でもショーとかで結構そうですよね。わざわざボンさんが挨拶してくれたみたいな。俺かっこいいすぎるな。ぶっちゃけ調子上がっちゃったかな。おー、いなかった。もう今違うあの声で引きに行っちゃってる。次が表紙候補かな。まあらしい。まあ俺が映れば全部表紙候補なんだけど、ぶっちゃけ名言ポケット。あの、多分今あれで入ってる。力弱く、力弱くないっていう。力弱くか、あの、なんだっけ、ちょっと面白いやつ。これエルマピン。エルマピン。お前それ伝説のヒューが脇毛丸見えカットやん。お前それということで、一通り撮影が終わったと思いきや、ここからなんとバードック特集のことがあるということで、リニューアルに向けてちょっとビビで先駆けて特集してもらえると思って、今回なんかそれでオリジナルステッカーが付録になったのかな。リニューアルしてるのか。え、これからするの。そう、もう今リニューアルしてて、そのコレクションで一部を先にちょっと切るみたいな感じらしい。まあ、この中でも表紙は決まってるわけだよね。そうだね。そういうことだね。動画撮った中に表紙はある。最後まで頑張っていきたいと思います。あ、ないぞ。お前何やってんの。こうやってやってんの。あ、ない。何それ。はい、何それ。流行ってんの。流行ってないよ。流行ってない。セーラーの中で流行ってんの。流行ってんの。ほら、お前怒ったよ。ボンに怒ってますよ。ほら、怒られてますよ。いや、怒られてないです。どんな気分ですか、怒られて。忘れてたけど友達やったんだったら、ほんと。そう、ドッキリで。ドッキリで。あー、今なんかラーメン食べに行こうとか言って、ね、今なんかちょっと待ってて、安直な理由でダイエットしてるから。待って引き捨てならない。引き捨てならない安直な理由でダイエットしてるから行こうって言って。いや、引き捨てならない。終わっちゃったの。そのセイラからしたら、その全員に会うぐらいすごいことだから。え、じゃあもちろんね、会うことはすごいじゃん。会う、素晴らしい方にお会いするけど、なんかそれでなんか急にね、よそよそしくなっちゃう。確かに。そう、違う、友達がなんかラーメンとか家に行くみたいな感じ。自分が豚骨なの。何が豚骨や。まあ、一部だけ、じゃあせっかくなんで動画でお見せした後はちょっともう特集楽しんでもらうっていう形にしたいと思います。よし、行きましょう。ということで本日ラストロック、時刻は12時を回りました。決めていきましょう。お願いします。お願いします。あったかい現場だ。ファイティング。まさかファイティングというときマジでファイティング。なんかアーティスティックな感じ。
けしれな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 れ今の良かったよ、セイラが笑ってない感じとかも。スティービーよかったよね。いいよ、お前なんか、お前なんかいいよ。新しいぞ。俺は。なんだよ。タンプレだっけ。私の誕生日にもらいました。やっとこれは。何を？真似されてない。それどっちが真似したかみたいなのって確認して。え、それってお金で何とかなるんですか。なんで？まずい、買収はできない。絶対アトムのやつのセリフだもん。撮影お疲れ様でした。僕が体調崩したんで計2日に及ぶ撮影でしたけれども、どうだった？楽しかったね。なんか普通に喋るけどこんな感じでなんか撮影することないじゃん。確かに意外と YouTube 覗いたらしっかり長時間一緒に仕事したの初めてか。会議とかはあるけど、こういう表に出るものが仕事になるっていうのはあんまりないから YouTube がある。いや、一緒にやってみてリスペクトが強まったな。俺は YouTube をこう撮影して投稿するっていうのがやっぱメインの仕事だからさ、モデルの仕事とかもたまにやらせてもらうけど、プロの人と一緒に仕事をしたのは2問なかったから、自分の中でのベストっていう感じだったけどね。その点、今日はすごかったね。いい意味で広がりましたよ、僕の中で。もうでも解禁されてんのか、この動画出る時。そう、この動画出る時には解禁されてるということで、最終的に決まった表紙こちらになります。よっしゃ、これでした。ということでね、俺らちょっと分かんないからあれなんだけど、さすがに いい仕上がりになってる気はしますね。僕たちが今回務めさせていただいたのは Vivi 9月号の特別版の表紙ということで、通常版も表紙、はい、すごいすごい、あるんですか、そんなこと。いや、ないんじゃない。でも兄弟表紙さっき聞いたら初めてみたいな感じで言ってたよね、うん、あ、じゃあ何、ダブル表紙なの今回。そのニコルさんこの表紙もめっちゃ念願というか、入ってできたらいいねって言ってくださってて、今回ここで叶うっていう。なるほど。なので6月この撮影月はなんかそわそわしてました。なるほどね。俺との撮影もあるし、ニコルさんとの撮影もあるし、はい、ダブル表紙だしみたいな。なるほど、それは大変だわ。と思ったら、ある気がありました。はい。調整期間長引くしみたいな。じゃあ今回、この9月号はぜひぜひちょっと皆さんに盛り上げていただきたいなと思うので、まあ、この動画の切り抜きとかもね、含めて。何ですか、ハッシュタグは。鈴木兄弟が一番いいんじゃないかな。鈴木兄弟。鈴木兄弟、山瀬ら、最強兄弟。この3つぐらいでなんかハッシュタグつけてぜひぜひ巻き抜きだったりとかしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで改めまして、今回僕たちが兄弟で表紙を務めさせていただく Vivi 9月号の発売日は7月22日でーす。よっしゃー。でまだね発売日までちょっと期間あるんですけれども、もう確実にゲットしたい方はぜひぜひ下にURL 貼ってあるんで、そこからね購入していただいて、全国の書店にバーって並んだりするのは、まあ、7月22日なので、まあ、当然の速完、これを目指していきたいなと思うので、表
兄弟で仕事ができるようにいい成績を残せればなっていうふうに僕は思ってるので、ぜひぜひちょっとでも欲しいなと思った方、もうあのインタビューとかも含めてあの最高なものに仕上がってると思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。できるこの本気のお願いみたいな、本気の売り込み、視聴者の人にさすがだなと思った。横で見せてやってみる。大丈夫なん、大丈夫やん。自分のチャンネルでも、うん、そう、腕磨いてきない腕、よろしくお願いします。ぜひチェックしてください。ほぉー、発作出るわ、すごいね、一時でこのテンション。あ、そうか、もうちょっとお眠モードなんだよ。うん、眠くないよ、興奮してるから。じゃあもうその興奮をそのまま視聴者の人に届けようぜ。今のこの撮影終わって最高に温まった状態でそのままぜひ買ってくださいって、自分のぜひ買ってください。喋ってるからね今、ぜひ買ってくださいってそのまんまの熱量で言わないと。ぜひ買ってください。喋ってる喋ってるからね。喋りすぎやんの。何喋りすぎなんだと思って。で、大事だよ、いや本当に買ってほしいものを買ってくださいってこと大事なんだ。だってそれぐらいのクオリティのものにするために調整したでしょ。頑張ってさ、2日にわたって撮影したでしょ。ヘアメイクの人もスタイリストの人も現場の人も全員本気で取り組んだんでしょ。じゃあいいものや、そう、いいものを本気で買ってください。何が悪いの、やってみよう。悪いなんて言ってないじゃん。なんか、違う、でもね、悪いというかなんか気を、よろしくお願いします、ついてポインみたいな感じやん。ありがたね、これ。でも本当にあのビリーでいつもお世話になってる最強スタッフの、あ、そうそう、皆さんとね、ヤマトメイクボンさん、そうだね、最強、本当に最強スタッフの皆さんとめちゃくちゃ可愛い衣装と、うん、ライティングとメイク、ヘアメイクと、うん、ページの構成とかもさっきちょっと見せていただいたんですけど、うん、インタビュー内容結構ね、ディープなところ、そう、確かに話して、今まであんま話したことないこととかすごい話してるので、ページ数もね、うん、めっちゃあって盛りだくさんな内容になってると思う。本当にチェックしてほしいです。お願いします。そう、チェックっていうのは何？そうだよ、だってそのチェックとかあのごまかすのとか、そう、ぜひゲットしてくださいよ。そうだね、そっちだね、そっちだよ、ぜひね、ゲットしてほしいなと思います。うん、せーの、よろしくお願いします。いや、いいね、完璧でしょ、もうこれで伝わってるから。ということで、まあ、こっから解散ですかね。1時ですかね、何時ですか、もう、どうですか。なんと、本当に長時間の撮影だったんですけど、お疲れ様でした、ありがとうございました。なんかまたこっからも兄弟で仕事やっていけたり、個人的な希望としてはなんか写真集みたいなものを2人で作ると面白いなと思ったけどね。そのリアクションを私もっていう感じかな。ポジティブすぎ。多分なんか面白そうじゃない。例えば海外とか行っていろんな場所を巡って買い物してみたいな部分をなんか収めて、オフっぽい感じ、オフっぽい感じとかも含めて、まあだからなんかそのいつかね、あの2人で仕事ができるようにこれからもお互いの活動を頑張ってっていうのが大事かなと思います。私もまた一緒に仕事できるように頑張ります。うん、いや、よかったよ、このタイミングで仕事ができて。これがさ、例えば、なんだろうな、セイラがビビに入りたてとかでこれやっちゃうとさ、兄貴のパーターだろうとか、コムドットヤンマとの妹だからとか言われてたところを、ビビに入ってから自分で表紙とかやったりとか、そのモデルとしての地位を確立してから俺とこう表紙をやることにやっぱ意味があったから、このタイミングでできたっていうのは改めてすごい良かったなと思う。機会を作ってくる感じ。そうだね、本当にそうだと思う。だからこれからセイラがね、あのいろんなモデルのショーのトップステージを歩き続けるっていうのもそうだし、まあ俺が YouTube で結果を残し続けるっていうのもそうだし、お互いが高みでこう別の、ね、職業だけどこう上がってって、また二人で何か一緒にやるっていうことにその美学があると思うから頑張っていきましょう。お願いします。それでは改めて今日の動画良かったなと思ったら、ぜひぜひ高評価とコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画で。バイビー。